何してるんですか、岩井社長今。画面に入ってる。今日は本当は名古屋に帰る日だったんですけど、はい。妻の近くでコロナが出て、念のために帰ってくるのはやめなーって言われたんで、おお。東京に残って、はい。お昼から3人呼んでました。何を呼んでるの？TikTok。うまいっすから。うまいっすよ。なんだろうな。わかんねえな。コンプラ厳しいでやめてもらっていいですか？何を言ってんすか、ちょっと。すごいや。やばいやばい。本当にすごいね、岩井社長。尊敬する。多分なんかよくわかんないけど。今日日曜日でどこもやってないからやることないじゃないですか。はい。はいはいはい、今日日曜日でどこもやってないからやることない。やることないから何されてたんですか？そう、だから、3人呼びました。ダメでしょ、ダメでしょ、ダメでしょ。天才だな。昼から3人。つまり興奮ハッピーってこと？もちろん。もちろん。